どうも、あがつまよしんです。あのね、この間ね、50円のハーブティーのね、商品紹介をしたんですけども、まあ、一応、下にね、その時の、動画のリンク貼っときますけども、その紹介をしたんですけども、なんとまた、激安の飲み物を見つけちゃいました。それが、こちら、スポーツドリンク。まあ、一見して普通のスポーツドリンクなんですが、これ実は、30円でございます。しかもナトリウム 50mg 配合でございます。だからね、いいんだよ。だってさ、ほら、基本スポーツドリンクってそんなハズレとかないじゃないですか。大体味はね、一緒だよ。スポーツドリンクって基本味は、わかる。みんなスポーツドリンクの味って言ったらなんとなくわかるでしょ？だから、多分そんな感じだとは思う。でも、こんなに安くていいのか。何か、もしかしたらね、訳ありかもしれない。飲んでみたいと思います。では早速開けてコップについてみたいと思います。ああ、普通だけどな。色は、普通のスポーツにちょっと濁った透明って感じですね。匂いも、まず原材料がな、普通にスポーツドリンクだな、これは。うん、原材料を見てもなんかちょっとレモンっぽいかもしれないな。ポカリスエットかアクエリアス、どっちかに近いかと言われると、まず匂いの時点ではアクエリアスかな。ではいただきます。おお、そういうことか。あのね、だいぶグレープフルーツの味がしますね。あの、塩分チャージってわかりますかね。あの、まあ、スポーツやってる方だったら結構食べたことあると思うんですけど、あの、丸い塩とこのグレープフルーツが、まあ、含まれたタブレット。まあ、これを食べることによって塩分が取れるっていう、まあ、タブレットがあるんですけど、塩分チャージっていう。あれの味がしますね。うん、だからグレープフルーツ、基本的にグレープフルーツを、ちょっと甘くした感じ。だから、口当たり的にはスポーツドリンクなんだけど、まあスポーツドリンクの定番と言えるアクエリアスとかポカリスエットとはまたちょっと違う感じですね。全く違うね。その二つとは。まずくはないんだけどね。まずくはないんだけど、うん。ちょっとなんか、やっぱ塩分チャージ感がすごいな。だからちょっとクッて、ってなっちゃう。感じかもしれません。ちょっと塩分かな。なんかそういう感じするんだよね。すごい。あ、食塩。あれ、でもスポーツドリンクって基本食塩入ってるけど、なんかね、強いな。ちょっと食塩が強い気がする。うん、まあでもこれ30円って考えたらなかなか安いよ。うん、以上、スポーツドリンク、30円のスポーツドリンクの紹介でした。意外とね、美味しかったですよ。まあ、グレープフルーツ感。まあ、これをが見つからない方は塩分チャージだったら多分どこにでも置いてあるんで、塩分チャージを食べてみてください。それがこれの味だと思ってもらえれば、ま、もうほとんど塩分チャージって感じだからね。気になる方は買ってみてください。See you next time!